はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうかなと。本日もというよりも今回も政倫審なんですが、そして今回も枝野なんですけれども、まあ枝野いいですよ、もう重箱の隅をめちゃくちゃつついていくからね、僕好みなんですが、今回は松野官房長官ですね、前官房長官をつついていくわけですよ。質問をしていくわけですね。でこの松野官房長官もだいぶやばい、答弁がマジでやばいんですよ。何がやばいかって言ったらね、その裏金がありましたと、800万円ありましたと、それを今ね修正報告を提出してるわけですよ。2年間ぐらいねずっと800万円ね宙ぶらりになってたものが、今回の事件を筆頭にいきなりね収支報告書に政治資金、政治活動費として使用していたみたいな感じで修正報告出したらしいんです。まあそこまでは他の議員と同じようなことですよね、ずる賢いというか。でさらにずる賢いのはここポイントなんですけれども、同じ日に同じようなホテルに対して支出しているわけです。で、一つの、例えばなんとかホテル、高級ホテルがあったとするじゃないですか。そこに38万円支出するときは、口座間送金というか口座間振り込みなんですよ。銀行口座から銀行口座への振り込みなわけですよね。こっちの B ホテルですよ。ここでもなんかしたのかわかんないけど、こっちの方にお金を振り込むときには、銀行間振り込みではなくて、現金を銀行に持って行って手続き、続きをして振り込むわけです。現金振り込みになってるわけですよね。なんで同じ日に同じようなところに支払いをするのに、一方は銀行間振り込み、一方は現金を銀行に持って行って振り込み処理をするのかと。今時そんなことしますかと。銀行間振り込みが当たり前だし、現金を持参して振り込みすると手数料高いわけですよね。わざわざそういうことしますかと。この理由っていうのは、今になって慌ててこれは政治活動費と使用していたみたいなことをむちゃくちゃ無理くり理由をつけて処理しているだけであって、実はねその裏金は他のことに使っていたんじゃないんですかと。家族旅行とかさ、何々旅行、自分のプライベートなもので利用していた、だからね利用していたからこそ、銀行間振り込みだったら帳尻が合わないので、帳簿に載っていないこの800万円という現金を使って振り込んだんじゃないんですかと。後つかないですからね、振り込んだんじゃないんですかと。で現金持っていって振り込みなどで残らないわけですよ。振込用紙を捨ててしまえば何も分かんないわけです。相手に残るだけであってさ、そういうことをやったんじゃないかと。それが家族で旅行に行ったものをわざわざ領収書を新たにね発行してもらって政治活動費として使ったんだというふうに記載しているけれど、本当は違うんじゃないんですかということなんですね。そうですよね。だって2年間ですよ。2年間経って今頃そういうことをやり出すわけです。普通は年度末ごとに締めていくし、年度末ごとに怪しいお金の動きがあったら、その年度内のうちに精査して訂正なり修正なりするべきですよね。でもこういう事件があって慌ててそういうことをしてるわけですよ。これっていうのはっていうような質問なんです。これも面白いし、松野官房長官の答弁もね舐めてるなと思って、まあこういう答弁になるのはね鼻から分かってたんですけどね、分かってたんですけども、改めてねこういう中継を見てみると、まあ国民を舐めてるなと。慌てて修正して、しかも政治資金として運用していたというふうにすることで、結果的にさ雑所得にならないわけですよね。だから税金払わなくていいわけですよ。そこまでせこいことをしなくちゃいけないのかなと思うようなねクズ議員の答弁を皆さんにご覧いただきたいと思います。実はこの修正前の消費会の収支報告書でも会合費は10件ほど計上されてるんですね。でその中には具体的に言いますと、例えばホテル大倉東京、キャピタル東急ホテルとか、ホテル大倉東京ありましたね、令和4年10月11日に38万円余りの支出を、もともと、追加をしてるんですね。ところが同じホテル大倉東京に対するですね、4月8日の6万3000円は、もともとの消費会の、収支報告に載ってるんですよ。同じ相手に対するものが、同じ年度、もともとは載っていた。ということは、もともとの消費会の別に管理されている資金から出ていた。そして、なぜか10月の分は、キックバックしてもらった帳簿外のお金から出した。これ、どういう区別が誰がしてたんですか。松野君。その支出の判断につきましては、秘書によってなされていたものであります。枝野君。なんでこういう処理してたのか聞かなかったんですか。こんな違法で官房長官辞めなきゃならないようなことまで起こって、その秘書さんになんでこういう分け方してたんだという話聞いてないんですか。松野君。
これは申し上げました通りですね、秘書になぜこういった扱いをしたのかということに関しましては、清和会の事務局の方からこれは記載しないようにという教示があったためということに説明を受けておりましたので、その流れの中で開示するべき支出等々ができなかったということを聞いております。枝野君、その収入をかけなかったことじゃなくて支出についてですよ。同じホテルオークラについて同じ年度、ね、同じホテルオークラに支出しているのに、商風会でもともと出してたものと裏金から出してたものと分かれてるんですよ。いや、時期によるんだったら逆に同じ4月8日支出でですね、ホテルオークラには商風会から出してるのに、ホテルニューオータニには裏金から出してるんですよ。どういう基準でどういうことやってるんですか。その支払いの詳細な点につきましては、今私の方で手元資料がございませんので、また確認をさせていただきたいと思います。この時期に例えば年度の初めのうちにね、商風会から出してったけれども、商風会残高ないんですよ。その裏金入れないと、この裏金がなかったらこの年大幅赤字なわけですよね。だから後半になったら裏金から出しましたというんだったら理屈はわかります。あるいはですね、こういうところはあんまり収支報告書に載せたくないなというような支出先、なんか高級料亭、まあ、あえて言いますので、あえて名前は言いませんわ、高級料亭、名前だけ聞いたことあるところ載ってました、高級イタリアレストラン載ってました、名前だけ聞いたことあるところが、ね、いや、そういうところあんまり出すと印象悪いかなと、だからそういうところは避けようとかね、そういうことがなんか働くなら分かるんですけど、全くランダムなんですよ。どう調べても規則性ないんですよ。ということはなんか後から無理やりかき集めたんじゃないのって疑い持たれても仕方がないじゃないですか。支払いや領収書の発行につきましては、まあ、私の事務所にですね、請求があった分に関して私の事務所から、まあ、口座振り込みをしているということで、申し上げましたけれども、振り込み先、期率、金額とは明確になっておりますので、何かそう隠さなければいけないというようなことではなかったかと思います。今時ね、口座振り込みをするのにね、同じ日付で、しかも同じようなホテルですよ、片方ホテルオークラとホテルニューオータニですよ、同じ日付での振り込みですよ。いや、今時振り込みだったらね、口座間振り込みだったら手数料安いんですよね、現金持ってったら高いんですよね、確か。でそれなのになぜかオークラは、ね、商風会から出していて、大谷は当初は裏金が現金で出したわけですよね、わざわざ金庫から出して独立して残っている。不思議で仕方がないんですよ、こういう処理を。いや、その日の分は全部裏金から出しましたとかね、それなら分かるんですよ。だけどなんでこの日にね、同じ4月8日付でね、大倉には商風会から出しておいて、大谷には裏金から出したのか、それが理解できないんですよ。理解できます？まず現金で払ったわけではないと、現金で振り込んだということでございますし、まあ、先ほどお答えを申し上げた通りですね、その詳細区分振り分けに関して、私が今承知をしておりませんので確認をさせていただきたいと思います。枝野君、そうですね、もう一回出てきていただかないといけないですね。今みたいなこと、支出についてきちっと確認していただかないと。だってなんで同じ日付のね、同じ種類のホテルなのに A ホテルには商風会から出している、まあこれも現金で持っていったのかもしれませんけどもね。だけど一方ではわざわざニューオータニの分だけね、裏金の別のお金のたまりのところからわざわざ持ってって振り込んでいると。なんで区別したのか、同じ日付のもの、全く理解のしようがないと。そしたら片方は実は家族で行ってたのかなって疑われても仕方がないんじゃないかということを申し上げているわけですよ。単に領収書があるだけでは。だから家族で行ってたから、でそれは政治資金にならないですよね。そんなものに使ったって言われるとまずいから裏金から出していた。いやいや違うと信じたいですよ。松野さんそういうタイプじゃないなと思いたいんですよ。だからそう疑われても仕方がないじゃないですか。今のように規則性があるなら分かると、ね、ホテルについては商風会から出したとかね、逆にね、ホテルについては全部裏金から出してとか、ある時期については裏金から出してとか、同じ日付の同じ性質のところに違う、ね、片方は表で片方は裏で出してたってのは何らかの意図が働いていたと。意図が働いてたってことはちょっと政治資金かどうか怪しいものを裏金で支出をしていた。今回表に出さなきゃいけなくなったので、もう1年2年経ってるんだからそうバレないだろうなと思って、まあしょうがない出してきたと疑われても仕方がないと思いますか、違いますか。松野君、
まず政治資金への対応に関しましては、事務所としてもですね、今までもきちっと振り分けてやってきたと私は認識をしてきておりました。で、詳細に関しては申し上げてますとおり、ちょっと手元にですね、資料がないもんですから、改めて確認をさせていただきたいと思います。そしてその後、清和会から還付されたものの帰属先についてはですね、これは政治資金団体であるということも、これは今までの捜査においても認定されているところでありますので、政治資金としての活動目的に適合したものであるというふうに私は考えております。枝野君。政治団体の形式を事後的にでも取れば、ね、政治資金になって所得税がかからないという説明をしているから納税者の皆さん今怒っているんですよ、ね、何に使っても、ね、政治資金収支報告書では実は何に使っても政治資金として使った、ね、会合費として使ったらこれは政治資金として認められちゃうわけですよ、ね、だから事後的にね、他のことに使ったかもしれないことでも政治資金かつ政治団体としての収入で政治団体の支出だと言ってしまえば、実は全部所得税のかからない、それお金になると。それが2年経ってからね、あれは政治団体へのお金でした、政治活動に使っておりました、領収書はこうこうでございます、2年経ってから持ってこられてるわけです。今実際に支出をした段階では、あるいは令和3年の末の段階ではですね、金庫の中に800万円あった、金庫の中に800万円あったのは今回検察から指摘されて、ね、政治団体商風会の収入として認識したけれども、その段階では誰のものか明確な、誰も判断してないお金、そして松野さんが自由に使えるお金が800万円あったんですよ。それに所得税雑所得してかかってないのはやっぱり理不尽じゃないの。そっから2年も経ってからこれはこの政治活動の会合に使ってましたと言われて、領収書は残ってたとしても誰と何食べてたのかまでは少なくとも今説明できないわけですよ。それでは納税者納得できないと思いますけど、違いますか。松野君。まずですね、2年後になってという話に関しましては、冒頭でもお話をさせていただきました通り、今回の事案の確認の中で清和会からの還付金に関して判明したということで、それが表になった領収書、過去のものでありますけれども出てきたということでございます。で、これがですね、政治目的以外に使っていたんではないかということに関しては、これも繰り返しになりますけれども、政治目的として認められているものの中で支出をしてきたということでございます。で、私の方でですね、その還付金に関して自由に使っているんではないかというご指摘がありましたけれども、会合等の設定に関しては、私も関与しておりますが、その支払いに関してはですね、事務所の方から支払いを起こしておりますので、私がその還付金に応じて自由に使っていたということは事実ではありません。いやいや、会合の設定自分がしてたら、その会合の相手が、ね、そのまさに政治的に必要な会合の相手であったのか、ね、個人的なお友達であったのか、その設定を自分でできたら、それは支出を実際に、ね、銀行に振り込む、ね、スタッフの方は分からないじゃないですか。というか逆に議員がこれで会ってて領収書請求書が回ってきたらね、それは間違いなく振り込むのは、それが誰と何の飯食ってたか関係なく事務局が振り込むじゃないですか。だからそれぞれ一件一件本当にいいですか、一般的にもうこれは問題なんですが、こうした会合が本当に政治活動と言えるのかどうかというのは。だけど今回は2年間ほったらかしで政治活動として報告しなかったんですよ、松野事務所は、商風会事務局は。2年間政治活動ではなかったというものを今回突然これ政治活動でございましたと言って、それに使ったんだから所得税払いませんと言ってるわけですよ。それは納得できないでしょ。納得してくれというんだったら、この会合は何の誰々さんとこういう会合でございまして、これは個人的な遊興費でありませんと、そこまで説明してくださいよ。委員長。松野君。冒頭の弁明の中で申し上げましたけれども、会合に関してはですね、国会議員の方々、有識者等との会合がほとんどであります。ほとんどであるというと、じゃあ私的なものがなかったのかといえば、私的な会合というのはこの中には入っておりません。
それをですね、まあ、今個々の個人名まで挙げて説明すべきかどうかというのは、まあ、その参加者の方のプライバシーの問題もありますので控えさせていただきたいと思いますが、あの判断として、まあ、政治活動として、現状、まあ、その現状の法体制に関する解釈論評価というのは様々にあるかもしれませんけれども、認められる範囲の中でですね行ってきたということでございます。枝野君、いいですか。もう一度だけ言いますね。少なくとも失踪した段階、振り込みをした段階は事務局の方含めてですね、これ政治資金として計上しないお金として振り込んでるわけですからね、政治活動費に当たるか当たらないか判断不要で振り込んでるわけですよ。そうでしょ。政治資金じゃないと思っていた、政治収支報告に載せないと思ってたお金を使って振り込んでるんですが、事務局の方を含めてね、その結果を2年後になってから政治活動資金でしたと、政治活動に使っておりましたと言うんだったらね、せめて、ね、その分だけでも、ね、日々正式に正確に、ね、まあ、年度年度報告しているものだって本当に政治活動なのと疑われる疑念を持たれるのはありますよ。でもそれを全部公開しろと言ったら確かに政治活動の自由に対する一定の制約が働くの間違いないと思う。僕制度論としてそこまでは言わない。でも今回の松野さんの場合は2年間、ね、800万円ものお金が金庫に誰の何の金だかわからないものが残っていた。その金から500万円も縮小して領収書はございますので2年前のものだけどこれ政治活動費でした。2年間政治活動費としては言ってませんでしたが、やっぱり政治活動だったのでこれに使った金は税金払いませんと言ってるわけですから、それは納得もらえないということは十分ご理解をいただきたいというふうに思いますが。